こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の3月12日を2時間半ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 93.3 円ということで、昨日から 1% 上がっていると書いてありますけど、横ですよね。はい、こちらチャート15分足ですけど、これ横、今日の午後しか出てないので午前中まで広げたらこんな感じかな、横ですね、はい、ここが92円で、ここが今93円、1円しか動いてない、休日でしたからね、はい、日足にするとこんな感じですね。ここのサポートを抜けてで戻って、ここで反発して、ここどうですかね、もう一回こうより下に行くのかどうか、はい、日曜日なんでね、また明日もこんな感じだと動きは小さいかもしれないですけどね、はい、週明けにかけてどうなるでしょうか。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、エイダフォーグッドさん、517のプロジェクトが、体の中でできてますよと。でこの円グラフ見てみますか。はい、こちらちょっと拡大しましたけども、ちょっとこれ種類がいっぱいあるんだけど、説明してくれてるところが、一部分だけなんですね。なのでちょっと分かりにくいですけど、一番でかいところが NFT コレクションの 34.7% となってますね。はい、で次に大きいのがこの辺りとか、この辺り、この辺りですかね。ここがゲーミング 4.7%、ウォレット 4.7%、NFT マーケットプレイス 4.7%。マーケットプレイスとコレクションのちょっと違いが、こっちが一般に NFT なんですかね。はい、でインキュベーターローンチパッド、DEX がありましたね。DEX 6.2%、これが2番目に大きい。はい、で、ここに DeFi が 3% ぐらいあって、オーディティング、サーティフィケーション、こういうジャンルもあるですね。これがしっかり体の品質を確保してくれてるのかもしれないですけどね。はい、レンティングということで、ちょっとね、こういう書いてないところが気になるんですけどね、どういう分類なんでしょうね。はい、いずれにしても500以上、500以上って言われてるのが、これのことだとすると、こんな内訳だと。いうことですね。鈴田さんというのかな、 NFT 取引の税金ツールアルファ版を作りましたということで、ね、NFT の、取引を頻繁にされる方はね、こういうのを使うといいのかもしれませんけどね、はい、本当に頻繁にやる方は、でも自動ならいいのか、はい、ゲーミファイとかでやったらどうなるだろうかなと思って、ね、間に合うのかなと思ったけど、自動なら、全自動ならいいですよね。はい、トロさん、素晴らしい活動と、直感エイダ、NGS 障害支援プールプログラマーさんと、イオリさんの絵が長崎新聞に載りました。500円玉よりでっかいと、主催者はフェイスブックに書いたのですが、 NPO 法人化の取り組みとその重要性を説いてくださる発達障害の対価の先生とコラボ記事という形になりましたと、一面に載ったということですね。はい、こちらです。はい、こちら活動のことがあって、エイダ、体のことはね、あまりなかったけど、これの、支えに体のもなってるようなので、素晴らしいですよね。はい。皆さん、いろいろもう SPO をしつつ、いろんな活動をされてるのでね、はい、素晴らしいなと思います。はい、こちら、インターネクストですけども、Google Chrome の代わりに Brave ブラウザー、Google メールの代わりに、Proton メール、または Google Search の代わりに、DuckDuckGo を使用していますか。Google Drive の代わりに Internext を使用してください。デフォルトでプライベート設計により安全、そして自由のように無料、Web3 に切り替えますということで、いわゆる GAFA 対策、GAFA キラーみたいなやつですよね。で、Web3 ということで、中間業者として、Google なり、GAFA がいろいろデータを搾取っていうとちょっと言葉が悪いですけど、データを取ることによってね、儲けながら、ビジネスをしているというのに対して、Web3 でもうちょっとね、違う仕組みということですよね。で、これが、体 の、目指しているところにも近いと。いうところなので、できればね、使っていきたいと思いますし、ブレイブはちょっとだけ知ってたんだけど、他もね、ちょっと見ていきたいと思います。
渡辺聡太さん、あ、これガチですねと、 CNBC とか普通に株価の次とかに暗号資産の値動き流しているということで、アメリカでは仮想通貨のニュースが普通にテレビで流れる、英語わからなくても温度差を感じてほしいということで、ちょうどホワイトハウスが、大統領令を出したということでニュースをやってますね、はい、でこれが、普通のテレビ番組、まあ、CNBC でやっているということですよね、はい、素晴らしいですね、はい、ビットルーですね、取引所 Weave opened up a bunch of new pair、はい、ニューペアをいくつか出しましたよということですね、はい、で前、カルダノのペアを始めたよということでここの取引所が言ってましたけど、ちょっとねあまり見かけない銘柄に対してやりたよということだったのでちょっとピンとこなかったんですけど、今度は、ここにね、有名どころですよ、イオス、ソラナ、ルナ、これはアバランチかな、はい、マティック、ポルカドということなので、これをねあの ADA ベースでこう取引するということなので、本当にここ ADA 推しですね、はい、素晴らしいと思います、はい、組長ちゃん、韓国好きじゃないけどこの税金は見習ってほしい、岸田じゃ無理かなと、韓国の何て言うんですかね、なんとか次期大統領がすごい件と、株式や仮想通貨など、他の資産に課せられる税金負担も軽減され、株式譲渡税そのものを廃止し証券取引税も緩和するという案を出したということですね、まあこれが通れば素晴らしいなと思います、はい、ゆうたさん、東半球ルームテーマディスカッション日本提案状況、3月12日18日に行われますということで、東半球ミートアップがありましたと、はい、こちらフォーラムですけど、18時28の提案の今後、ファンド2から6の18の提案の進捗、ファンド7では28の日本関連提案が通過しました、どのように進めていくのか、ファンド6までに提案された18の日本関連提案はどのような進捗なのか、ぜひチェックしてくださいということで、あとファンド8の話が、結構あって、で IOG の宮崎さんが出られてて、 IOG 関連のねあのカタリスト提案と、まあ、それと合わせて活動の状況など、お話があったので、まあ、それが一番収穫かなと思いますね。あのやっぱ IOG の動きを見ると周りであの動いていく、日本の中でもねあの動いていく感じがよくあの分かるので、あのそういう状況ね、聞く場にしてくれてもいいのかなと思います、はい、なので、実際は5つぐらいカタリストの提案を出していて、 IOG 絡みですね、でその周りにいろんな、ね、企業だとか、関係者の方がいらっしゃるので、そこから、ね、どん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  IOG からを中心にあのビジネスの実装とか、ね、そういうのが広がっていくのが、少し、ね、感じられて、よかったし、まあ、実際に増えているということなので、ね、はい、あの今は、価格もきついけど、はい、どん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 あの裾野が広がっていくと思いますね、そういうことが感じられました、はい、でゆうたさんが予算提案分析ということで新しいバージョンを、ね、出してくれてまして、これを見ると、まあ、パッと見ですね、この数ですね、提案数がもう格段に増えているという感じで、あのここに1個あたり の, あの予算ですねがの枠っていうのはね、だいぶ、まあ、数が出て均等割りすれば当然1個あたりが減るんですけど、要は競争が厳しくなったということです。なのであのまたあの投票するときは、ね、4月になるんですけど、あのいろいろ見てあの提案を、まあ、評価しつつも日本の、ね、特に、まあ、エキスポ関連と、もう本当にエキスポだけ、まあ、自分が絡んでるんですけど、エキスポだけをがあの応援してくださいってなかなか、ね、言いにくいような状況にもなってきて、はい、ただ、まあね、外国にもいい案がいっぱいあるので難しいところだなというところです、はい、これ何て読むんだったっけ、焼き銀なんかな、投資に対して消費者保護だなんだと理由をつけて規制が敷かれているが、日本債でのスキャム商品は日本円と年金ということがバレつつあると、まあそうですよね、はい、まあ、日本円だってね、まあ、マネーを日本円でマネーロンダリングとは言わないかもしれないけど、まあ、いろんなことが起きるわけですし、まあ、年金なんてもう最初の頃からねやばいっていうのは分かっていて言ってる人はいたし、昭和の時代もずっと言われてきたし、まあ、それを、解決せずに来たという歴史があって、うん、結局まあもともと因果応報というか、
はい、まあそうなるようにしてなったというようなところも何についてもありますよね。はい、まあウクライナもね、基本、まあ、そういうところあると思いますよ。あの政治をずっとやってきてね、そうなってるし、まあ何を言いたいかというと、まあ、体のとかね、クリプトのこれからも、まあ、クリプト界隈にいる我々の行動次第かなというところですよね。はい、ビットタイムス、なんていうんだろう、東京プラザ渋谷111で NFT 活用した実証実験を開始と。はい、エイダは関係なさそうですけどね、はい、3月11日に、こちらの会社が4社で協力して NFT 配布によるオンライン上のコミュニティ構築や DEX による空間の新たな体験価値創造の検証のため実証実験を実施することを発表しました。この実証実験は3月12日から4月3日にかけて東急プラザ渋谷次世代商業施設の実験店舗で実施されると報告されていますと。その中身が、東京芸大、とかアーティストが来てて、事前購入権となる作品購入用ホワイトリスト NFT を来場者へ先着1111枚限定で配布、その NFT を所有する人々のみが加入できるオンライン上のコミュニティを構築する。コミュニティでは同作品の事前購入権に加え、今後は東京プラザ渋谷で開催予定の限定イベントの参加券などを配布、限定イベントを開設することでオンライン上のコミュニティ入会の価値に加え、オフラインにおいても施設利用者の体験価値を高め、施設来館のリピート率を高めることを目的としていると。はい、で来場者全員に記念 NFT の配布と。はい、こんな、ビジネスモデルというかね、ありますけど、まあいろいろまだ試行錯誤ですよね。はい、まあ体のいろんなトークもね、いろんなところで試行錯誤されていくということで、まあ、そういうのも見ていきたいなと思います。はい、最後に、アトリエ NFT の宣伝ですね。はい、NFT の展示をエキスポで、できるようになりましたので、こちら3月15日まで、募集してます。3ステップで応募、ツイッターログイン、クリエイター情報登録、作品アップロード。そう、アップロードするだけでいいですからね。はい、身近に絵を描く方とかね、いらっしゃいましたら、お伝えして参加していただけると嬉しいです。はい、で下ではね、コーンさんが10作品も、入れてくれたのかな、ありがとうございます。はい、では値段に戻りまして 93.5 円ですね。はい、14,012.9×93.5 で元本が10万円ですので、計算しますと、121万206円のプラスということになりまして、よいしょ、1210% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。